東口本宮、藤浅間神社は、静岡県寸東郡小山町走にある神社。旧社格は、県社、全国にある浅間神社の一社。富士山走口登山道の起点に鎮座する、陶器場の宗教法人名称は、藤浅間神社で、須走浅間神社とも称される。2013年、富士山が世界文化遺産。 富士山から信仰の対象と芸術の源泉として登録された際、構成資産の一つとして世界文化遺産に登録されている。登録名称は富士浅間神社である。平安時代初頭、延暦21年、富士山登録が噴火をしたため、りに祭場を設け祭事を行い沈下の期、それにより、同年4月初猿の日に噴火が収まったため、大道2年に沈下祭の跡地に、 放災のため社殿を造営したと伝えられている。江戸時代には東口登山道イコール、椿口登山道の本宮として、駿河国と海野国を結ぶ、交通の要所であった、椿村の宿場町とともに栄えた。また、浅間神社観主の下に編成された、椿村の御しは、小田原藩及び、京都の吉田家の庇護を受け、その活動は、関東一円に広がった。 特に宝永大噴火によって、椿村が、ほぼ全焼全壊し、農業が壊滅的な打撃を受けると五師などの富士登山関連に、威嚇する側面が強まり、これを統制するために、関炎2年に、浅間神社の官主と小田原藩の主導で既存五師12名と、五師活動を行う有力百姓5名の、計17名で、五師株が結成され、彼らのみが五師として、 新職待遇を受けることが認められた。明治維新後の国家新党の時代には、当初は、尊者の社格が定められたが、明治19年に県社に昇格した。2007年、ご鎮座1200年の仮説を迎え、記念事業の一環として、社務所2階には、富士港や社宝等を展示する記念資料館が併設された。2013年、富士山が、 ユネスコの世界文化遺産に登録された際には、構成資産の一つとして登録された。合わせて、スバシリ口と残道も別に構成資産として、登録された。所在地交通アクセス JR 御殿場線より、富士急行バス約20分等富士五湖道路スバシリ、インターチェンジより車で約1分東名高速道路御殿場インターチェンジより、車で約25分、高野俊彦。 近世の朝廷と、宗教、吉川博文館、2014年 ISBN978 から4から642034616第2部第3章、富士山系と五四大七章、富士山山系の下筆すばしり浅間神社の春にで、ありがとうございます。